アンリ・ファヨール・ジュール・アンリ・ファヨールは、フランスの鉱山技師、地質学者、企業経営者で経営学者、管理家庭学派の思祖で、管理原則の父とも呼ばれる。フレデリック・テーラーと共に経営管理理論の礎を築いた一人に数えられる。建築技師であった父の赴任先であった、コンスタンティノープルで生まれる。その後フランスへ戻り、1860年にサンテチェヌ、 鉱山学校を19歳で卒業し、技師の資格を得る。同年、ボアグランブルール社に炭鉱技師として入る。そこで頭角を表し、同社参加の鉱山の責任者を歴任した後、1888年に社長に就任。増資、社債発行など巧みな資金調達や不採算部門の売却、新規事業や公収益部門への集中などの戦略を取り、 倒産寸前だった同社の再建に成功する。1918年に社長職を辞するまで30年にわたって経営の指揮を取った。また、辞任後も同社の取締役として没するまで経営に参画した。1925年、胃界用の手術の予後不良によりパリで死去。84歳であった。ファヨールは、主張、産業並びに一般の管理で、 企業の経営には管理が最も重要であると指摘。管理を定義づけた上で、管理教育の必要性と可能性、そして管理の諸原則と諸要素を論じた。これが管理家庭論の始まりである。また、1918年に管理学研究所を創設、管理論の研究や普及に大きな貢献をなした。ファイオールは著書、産業並びに一般の管理で、 企業の経営活動を次の6つに分類した。ファイオールは中でも管理活動を重要視し、管理とは計画し、組織し、指揮し、調整し、統制するプロセスである。と定義した。管理の一般原則として次の14の管理の原理を示した。ただし、これらの原則は絶対的なものではなく、すべて程度問題であり、事態や人間、その他の変化、 変動要因を考慮するべき、との注意も残している。ファヨール死後の1929年に、産業並びに、一般の管理は、アメリカで翻訳、出版されて高い評価を受け、管理過程論が生まれた。何より、管理を計画、組織、指揮、調整、統制のご要素と定義し、また管理教育の重要性を主張し、管理原則の理論化を試みた功績は大きく、 経営管理論の思想の一人に数えられる。これらの原則は実務体験に基づくものであり、説得力がある反面、経験論に過ぎず、管理の本質的な認識を書いているとか、管理原則の適用されるべき条件の分析が不十分などの批判もある。また、管理家庭論者は、ファイオールの意見に普遍的妥当性を見出すが、あまり、経営環境変化に対応できなかった。 ハーバーとサイモンは矛盾した経験則の寄せ集めと批判している。ファイオールは地質学者の一面も持っている。1886年発表の論文、コマントリーの石炭地帯に関する研究において、体積学特に三角州の分野の研究を行い、高い評価を受ける。その後も炭鉱化細胞肢のための研究などを続け、いくつもの賞を受賞している。 他多数、ありがとうございます。